サマーオブ85は、フランスはオーゾン監督、脚本による2020年公開のフランス・ベルギー、合作映画。エイガン・チェンバーズの小説、俺の墓で踊れの一部が原作となっている。主演は、フェリックス・ル・フェーブルとバンジャマン・ボアザン。運命的な出会いを果たした二人の少年の初めての恋と永遠の別れを描いている。16歳のアレックスは、 セーリングの最中に嵐にアイヨットが転覆するが、たまたま近くを通りかかった18歳のダビドにより、救助される。その後仲を深めていく二人の関係性はやがて、恋愛に発展し、ダビドは、どちらかが先に死んだら、残された方はその墓の上で踊るという誓いを立てる。しかし、ある時ダビドが、不慮の事故により命を落とす。失意に暮れるアレックスは、 ダビドとの誓いを思い返し行動を起こす。エッテ85。フェスティバルデカンヌ。2021年4月14日。閲覧。サマーオブ85。TIFF。2021年4月14日。閲覧。シェリノズ・バータス。ナオミ・カワセ。フランソ・ワオゾントーマス・ビンターバーグ。2コンピート・イン・ザ・サン・セバス・チャン・フェスティバル・エス・オフィシャル。セレクション。 サンセバスチャンフィルムフェスティバル2021年4月14日閲覧 Six Films Compete for the 21 Savastien Award サンセバスチャンフィルムフェスティバル2021年4月14日閲覧アウトルックコンペティションシカゴインターナショナルフィルムフェスティバル2021年4月14日閲覧 ETA85 倍フランスはオーゾン・ウィンズザ BNL People S Choice Award ロメフ15 2021年4月14日閲覧サマーオブ85イフムフィフス2021年4月14日閲覧サマーオブ85ザヨーロピアンフィルムアワーズ2021年4月14日閲覧 ETA85 セザールジュシネマフランセ2021年4月14日閲覧 ありがとうございます。